戦闘行きます。敵を増援ごと叩き捨てさすれば炎への門は開く。で、迷惑な連中にまずはちょっと指示していくか。クロードはよし、やってみますかね。で、イグナーツどこ行った？あ、イグナーツ、イグナーツヒルダここ守って、援護に回るね。で、ローレンツは僕の出番だ。ここへ。で、リシテアはこいつ行って、レオニー5へ。ラファエルはここ行くか。の筋肉に、まあ、こんな感じで行くか。いや、レオニー、そうしたらイグナーツの護衛につく、ついてもらおう。とお帰り願おう。実は一つ策があるよね。うん、ならばそれに期待しておくとして、まずは最近中の敵を打ち破らねばな。みんな、この城塞こそが守りの要だ。陥落だけは防いでくれ。あとは、はい、次。とりあえずこう、まずは防戦だね。守ればいいっぽいけど危ない。お、イグナッツ来てくれたね。いい。イグナッツどこを向いている。さあ、イグナッツの必殺。うん、まあ普通。あとは、おち、お前か。おお、危ない。何持ってる？殴り抜け、電気、電気？何電気って。あ、吹っ飛ばされた。ちょっと使いにくいな。なんかいまいちだな。まあ弱点つけてないっていうのもあるけど、これで OK？ これで OK かな。お、なんかやってる。さて次は、次どこに行けばいい？こっちかな。みんなよく戦った。まあ、こっちだよ。策の準備はどうだ。策、何か策があるようだ。そうだな、なら敵の多い中央を避け、南北の砦の制圧に向かってくれ。え、南北？この一帯の羽橋は一方からのみ下ろせる。付近の砦は制圧してからの方が安全だぞ。オッケー。ウエストさんは中央の敵を抑えてくれないか。じゃあ、なんかみんな集まってきちゃったな。じゃあイグナーツ行こうか。あれ、ちょっとイグナーツ行けないじゃん。これならうまくいくはず。指示聞いて。あ、ここか。僕が行きます。俺に任せとけ。で、行くでしょ。スピードを出るぞ。よーし、足かね。よーし、よーし、いっちゃえ、進むぞ。任せてください。進みます。これでいくか。あんたに、よし、ゴー。我が力、惜しみなく貸そう。うちの騎士たちじゃない、助けに行かなきゃ。よし、これでいいかな。ん、どこ。残らず引き潰してくれる。せえっ、やっ、おっと、出たな、百戦百勝のナデル。今日こそは決着を。ちょっと待って、なんか、あ、これは百戦無敗のナデルだと言ってるだろうが。仕方ねえな。まあ、助けに来たぞ。
ここを攻めるとうわ何これ、誰こんな液体撒いたの何この液体、ちょっと待って、一気に攻めようとするだ、待ってクロード、クロードいる、この手を試してみるか、よし、クロード任せたよ、はい、いける、あぶない、ちょっと寄られたよ、早いな、ちょっと待って味方早いな、よし、じゃあラファエルやっちゃって、任せてください、いやちょっとこいつらやっちゃおう、やってみ、もう片方も片付けてしまいましょう、覚えておけ、空を飛ぶ相手には弓矢が特に有効だ、うん、あ、何それ、効果てきめんみたいですね、いい調子です、よし、これで終わり、片付いた、じゃあ行くか、じゃあ一応目的のとこ行こうか、さあその前に拠点兵を潰しとくか、よし、これでいけるだろう、あーでもまたあれか、代わりに行きます、ちょっとイグナーツよろしく、負ける、さあ僕にて、さあはいはいはい、一気に落としてしまう、はいはい、申し訳ない、力不足だった、何これ誰だこの変な液体投げてんの、味方か敵なのか、あでもなんか凍ってるね、誰かの誰かの支援なんだろうな、じゃあこれで進んでいけるね、中央の連中の士気は高くない、南北から攻撃してやれば、そうだね、じゃあ行くか、いつの間にか危なくなってるな、シャード様形勢不利なんで引きますよ、やばい、行くなやつばっかやってんな、おいナデル、何を勝手に退却を、残る全軍で攻めよう、さあこれで、あれこれひょっとしてさ、イグナーツの技、あとは敵の大将を狙うだけだ、というわけでもなさそうだな、南アフタリ一部の敵が引くなんて、ほい、やっぱクロードの策は違うな、兵力を出し出しにするな、友軍も残らず呼んでくるな、ほんと誰やってんのこれ、誰やってんだこれ、よし、じゃあ、あーいいな、リステアちょっと面白いな、使ってみたいな、1、2、これか、1、2、降ってくる、1、2、3、いっぱい出てくる、ため、おっと危ない危ない危ない、ちょっと思ったより減らされてんな、でこれがZR、 何これ、私子供じゃないので、シャハド様に続け、わかんねー、はい、危ない危ない、リザイア、あリザイアってあれだよ、 HP 回復できるやつだよ、しないのドーラ、あー闇魔法だ、危ねー、うわーやばい、ドラゴンナイトいっぱい来てる、クロードどこにいる、クロード、クロード、あれクロード、あいたいたいた、おお、お前ら何やってんだ、試してみるか、クロード行け、ここ、よし、やってみますかね、さあ護衛、お前も何やってんだ、何暇してんだよ、行け行け、片付けに行くか、これならうまくいくはずです、行け、覚悟を決めて、ちょっとここがやばいな、
ちょっとレオにもやられかけてね。さあ一気に攻め立てましょう。これか、1、2、これ、よし、おお、かっこいい。ちょっと危ないね。これが強そうだな。そうそうそう、これ、よしよし。あれ、ここは進めないか。うわ、なんか来た、ドラゴンナイトか。イグナーツ、イグナー、おお、イグナーツ強くね。ちょっとイグナーツ、イグナーツ戻ってこい。味方の援護に回ります。イグナーツが戻ってる間にどうしようか。このグループは下行くか。お前らどうしようか。お前ら逆にこっち行って。片付けに、この手を試してみる。クロードも戻る。援護に回った方がいいな。ローレンツ、はい、行こう。よし、じゃあ行くぞ。下だ、このまま。よし、じゃあ次こっちだな。うわー、いっぱい来た。やばい、砦が落とされる。イザイア、あ、回復したんじゃない、ちゃんと。あー、やばいやばい、死ぬ。では、いや、後悔なしじゃねえよ。どいてください。強い。立ち止まってる暇はない。いや、いやー、あ、頑張ったね。どっかに壺ない？回復したいんだけど。あ、あったあった、回復アイテム。あれ、なんか回復あれ全開してる。何が起こったんだろうか。そういう時もあるか。これが強いのか。よし、行くぞ。さあ、あとここで残すはここだな。はい。なんかボスとかいないのかな。あ、いたいた。包囲完了か。鮮やかな手並みだな。行くな。後方を取られた。あれ？舐めたマネを。大丈夫か？俺様が直々に蹴散らしてくれる。あ。じゃあ残るは中央を倒して終わりかな。よし、じゃあ全員で一斉攻撃するか。はい、その他一斉攻撃。どこよ。ああ、パルミラ軍シャハド。俺こそが次のパルミラの大王、シャハド様だ。強いんでしょうかね。どこだ。あ、いたいたいた、こっちか。あれあれ、あ、そっか、待って、ちょっとみんな戦ってて、俺大事なことよう思い出した。いや、もうこれ無視。あ、違う、こいつ鍵持ってんのか。もうちょい。よし、俺は今か宝かを取ってくる。みんな任したぞ。あ、あったあった、これこれこれ、開ける。よし、じゃあ戻るか。あ、こっち行けねえ。
あ、お待たせ、やってるかい。お、全員でボコってんな。あ、こっち来ないで、こっち来ないで、いいよいいよ、全員でボコってて。大丈夫、みんな生きてる？生きてる？はい。よし。なかなかやるな。おお、そこそこみんな食らってんね。じゃあちょっとずっとこれで勝てんじゃねえ。やべえ、はめられる。じゃあちょっと必殺技も打っちゃうか。打ちます。はい、かっこいい。満足不勢が。お、逃げやがった。いや、さすがに相手が悪いでしょ、これは。お前の負けだ、王子様。逃げるなら今のうちだぜ。貴様、その面を俺様に向けるな。出来損ないの弟に似たその面を、いつか切り刻んでやるか。覚えているんだな。まあ思ったより強くなかったね。見逃していいのか。ああ、腐っても大国の王子だ。仇討ちのために大軍が押し寄せることになっちゃまずいだろ。おお、考えてる。お、なんだっけ、中級試験パスって、これ確かクラスチェンジするアイテムだよね。もっと上を目指すか。え、魔力上がってる。魔力タイプなの？イグノアツは魔力はいらん。魔力じゃない。はい、リシテア。あ、魔力上がったね。力いらないよ。まだまだでかくなれそうだぞ。まあまあ守備と魔法はいいね、上がるのはね。クロードは、あ、力上がったね。手応えありだ。いや、ちょっとしょぼいよ。2つはしょぼいよ。これ乱数かな、やっぱり。まだまだ速さ、幸運、魅力ダメ。力と守備を上げて。おお、いいよいいよ。いいけど、お前やっぱ全体的にちょっと能力低いな、レオニナ。レオニナ、私はリシティアだ。進まないと。あ、いいね、いいね、いい育ち方してるよ。待て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 、え、こんな一発でマスターする感じなの？だいぶつかめてきたと思います。へえ。私にまだ。あ、ライブだ。よしよし、回復もできるってこと？ライブ掴めてきたぞ。こんなの役に立つのかな？僕の力はこんなものではない。あ、プラスとかあるんだ。プラスは多分こう威力追加だよね。で、あ、覚醒強化とか兵種攻撃強化とかいろいろこう。スキルが乗っかってくるんだね。いやー、これ武具集めもちょっと楽しいかも。で、これですよ、中級試験パス。これはクラスチェンジアイテムだね。もうリシティアとかクラスチェンジできるってことでいいのかな。その辺もちょっとね、やってみたいよね。そこが楽しいんだよね。我らの勝利だ。ポドラの首飾りを守りきったぞ。もっと厳しい戦いになるものと覚悟してたんですが、理由は分かりませんが、パルミラ軍の戦意があまり高くなかったような気がします。彼らが本気を出していたら、私たちももっと苦戦していたでしょうね。とにかく良かったです。楽器屋の皆さんが誰も死ななくて。マリアの優しくていい子だ。ホルストさんのおかげだぞ。一人で何万人も相手にして
すごかったな。え、あの軍隊万の数がいたの？何万人ってそんなにいなかっただろう。一騎当選の活躍だったのは間違いないけど、俺も負けてはいられないな。いつか追いつき追い抜いてやる。そういう感じ。いやいや、俺も一騎当選したでっていうことじゃないのか。あんたに先を越されないように、私も同じ傭兵としてもっと頑張らないとな。まさかパルミラの王子が直々に兵を率いて攻めてくるとはね。ああ、次の王の座をめぐって王子たちが対立しているとの情報はあったが、それが影響しているのかもしれん。これからも油断できないな。けどホルストさん、それならしばらくは大丈夫なんじゃないか。あいつはこの敗戦で王座から少し遠ざかったろ。他の兄弟もあいつの失態を知ればわざわざ攻めようなんて思わないさ。そういう理屈が通じる相手ならいいんだけどね。好き勝手攻めてきて毎回相手をさせられる兄さんの身にもなってほしいわよね。あ、この二人が兄弟か。ヒルダとホルストが。そいつは申し訳なかったな。髪色一緒だもんね。え？いや、ゴネリル家ばかりに負担をかけて悪いって話さ。名手代理としてね。そっか、クロード君って一応はおじい様の代理なんだもんね。いや、迅速な救援には重ね重ね感謝する。本当に助かった。首飾りの修繕についても費用負担の申し入れをエドマンド辺境博から頂戴している。聞けばクロード殿があらかじめ打診していてくれたそうだな。周到で助かる。先読みが鋭いね。何より戦場での作詞ぶりも見事だった。君が名手を継いでも同盟は安泰だろう。あんたほどの男に認められるとは光栄だ。これからもよろしく頼むよ。ああ、よろしく頼む。さて、戦は終わったとなれば、お前ら戦勝の宴の準備と行くぞ。レスターの未来を祈ってみんなで乾杯だ。いやー、食った食った。ホルストさんの計らいでいい宴になったな。ああ、俺も傭兵の仕事の後に貴族から礼を振る舞われることがあったが、こんなに豪勢なのは正直初めてだ。さすが名士様代理だな。おいおい、そんな呼び方はやめてくれ。俺たちはただの旧友だろ。けどまあそうだな、ただの旧友で終わるのはもったいないか。どういう意味だ？ BL 的な意味じゃないよな。士官学校が終わったら俺んとこに来ないかって思ってな。俺はリーガン家の血を引いちゃいるが、実は貴族とは無縁の場所で育った。あ、そうなんだ。だから家中じゃ新参者でね、腕の確かな仲間が欲しいんだ。お前は会いたい傭兵団がいるんだよな。公爵家の力を使えば見つけ出せるだろうさ。そしたら会いに行けばいい。要件が何なのかは知らないが。士官学校にいる間は探せないからね。悪くない条件に思えるが。いいじゃん、クロードとは仲良くなれそうじゃん。要件は少し返したい借りがあるだけだ。お前の申し出はありがたいよ。予約しておこう。もちろんだ。契約成立だな。まあボディーガードみたいなもんだね。いいじゃん、なんか友達って感じで。フォドラの首飾りに襲来したパルミラの王子シャハドの率いる大軍を名手代理としてかろうじて防ぎ切ったクロードはレスター諸侯同盟の未来を案じ始める。権力闘争に端を発する騒乱がテートで勃発したアドラステア帝国や、王位継承をめぐる内乱がオートで発生したファーガス神聖王国も国内は乱れた状態が続いていた。各地で返事となり、その対処を貴族指定でもある生徒たちも担わなければならなくなった事態を受け、大司教レアは士官学校の休止を決断。全ての生徒が母国へと帰還する。あれ、じゃあ学校で何か授業を受けたりってのはないのかな。上昇官。はい、というわけでようやく序章が終わりましたね。
まあこれで、じゃあしばらくはレスターの領地内にいるってことかな。ってことはこの後クロードン地に行くのか、そういう展開なのかな。さあ、まあじゃあここまでやって、まだまたね、話の流れはまだまだ序盤なのでね。まあとか、まあ本当序章が終わったばかりだからね、次第1章なんでしょ、きっと。まあここから物語が展開していくと思うので、楽しみにしたいと思います。では今日はこんなところで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。